です。出た。そう、ディオン・スシャールとは人の心が読める驚異の力の持ち主。以前のりたけ博士と森三中の心を読んだ彼は最近こんな番組にも出演。ディオン・スシャールさん、ここでも出演者たちの心を次々と読み取ったリオ。何これ、あ、すごい。そんなリオがお茶の水博士に再び登場。今夜は心の中の秘密を読みまくり大爆。どうもこんばんは。登場したリオは早速芸能人たちの心の奥を覗くという。スタジオには13人もの出演者、さらに70人の観客がその様子を監視。もちろんトリックなど使えない状況。全員が